選手が優勝ということで、引き続き近畿が好調ですね。そうですね、今日は、奈良記念の前見日ということで、明日からまた奈良記念始まるんですけど、まあ記念以上ばっかりが競輪じゃないということで、まあ日程を探しまして見つけ出したのがこの佐世保 S 級戦、12レースの決勝予想ですね。はい、ご覧の9人、人気は、北鶴小倉、この2人集まっております。で、村上は前で、裏で集まっていまして、まあ、続いて村上ですね。私の予想ですけど、北鶴をみんなで後方に追いやるんじゃないかなと思います。で、清水率いる中国ラインが唯一3社なんですけど、清水が結構先行はするんですけど、いいところで行けなかったりという結構中途半端な面が多いんですね。だから信用があんまりできない。そしやはりここはデビューしたてで売り出したい111期の山崎、地元山崎が、先手を取るんじゃないかなと思います。はい、ご覧の通りですね。で、山崎佐藤で先手を取ってしまって、その後ろに村上が続いていくんじゃないかなと。いうわけで、じゃあ、4コーナーは、山崎、佐藤、村上の3者に並んでいくんじゃないかなと。清水や北津が巻き返すとこを佐藤が早めに踏んで、村上と直線勝負。で、直線でそれをもつれ込むと、直線だけで、まあ、佐世保ってすごく短い直線で、追い込みは不利なんですけど、でも、全日本選抜3着の村上だったら、最後かわしてしまうんじゃないかなと。で、佐藤から、もしくは村上から、まあ、いろいろ流せるとは思うんですけど、やはり、ごちゃごちゃ、考えるよりもですね、シンプルに、この、村上と佐藤の28折り返し、こちらのみで行っていきたいと思います。はい、以上、佐世保 S 級シリーズ決勝の予想でした。明日から、奈良記念始まりますが、基本的に決勝はやります。それ以外については、時間があればやりたいと思います。見ていただいてありがとうございます。ゲーム動画でいこうでした。